ドロテー、ゼレドロテーシュテフェンスキーゼレは、ドイツの福音主義神学者であり、平和主義者である。彼女は、世界中に知られていたが、評価も分かれていた20世紀の神学者であった。ケルンに生まれ、神学、哲学、文学を、ケルン大学、フライブルク大学とケッティンゲン大学で学んだ。1971年、大学教授資格を得た。しかしながら、 1994年ハンブルク、大学名誉教授の称号を得た以外に、ドイツにおいては彼女に、教授のポストは与えられることはなかった。彼女は、学校教師として、ケルンで働いていた。1960年以降、彼女は、文筆家、自由な立場の共同者として、ラジオ局でも働いていた。さらに、ドイツ文学史に関する無給の大学講師としても、 働いていた。一方で、宗教的、政治的主題に関する多数の詩、さらに恋愛詩も発表した。彼女の詩作に関する作品は、1969年から2000年までに、7度、出版されている。1982年、メイアスブルク氏が主催する、ドロステ賞を、その詩作によって受賞した。 1975年から1987年までニューヨークにあるユニオン神学校で組織進学の教授職に就いた。彼女の回想を綴った逆風、早期が1995年に出版された後、彼女の主張とみなされている神秘主義と抵抗が1997年に出版された。ケルン・アントニータ教会彼女は平和運動と、 数多くの教会サー派とエキュメニズムの組織に参加した。ケルンの代表的ルター派教会であるアントニータ教会で1968年から1972年まで開催された祈祷会ケルンにおける政治的夜の祈りの共同設立者でもあった。1968年にケルンジャーナリスト学校の設立者の一人となった。ムートランゲンにおける ナトー中距離核ミサイル基地に対する座り込み封鎖とフィッシュバッハにおける毒ガス保管庫建設反対運動に向けられた強制執行を彼女は厳しく非難したこの法的措置は後に最高裁判所の判断で部分的に棄却された宗教界に向けられていた彼女の挑発的な進学と社会的正義を積極的に擁護する姿勢は 教会の外でも論争をよく引き起こした。再婚後は、ハンブルクで暮らした。ゼレは、ビュルテンベルク福音主義宗教会の研修施設バート、ボル福音主義アカデミーにおいて、心筋梗塞で倒れ、バーデンビュルテンベルク州月品源で2003年4月27日に死去。父親は、労働法の専門家で、最初の連邦労働裁判所長官。 ハンスカール・ニッパー大、アニュアルター派の歴史家、トーマス・ニッパー大である。画家で芸術の教師だったディートリ・ヒゼレと最初の結婚をするが、一難二条を設けた後に離婚した。1969年、ベネディクト会修道士で、後に、ハンブルク大学宗教,教教育学教授に就任する、フルベルト・シュテフェンスキーと再婚し、一条を設けた。 1983年世界協会協議会バンクーバー大会でのアウシュビッツ以後に生きていることを明確に意識しているという発言に彼女の心情が明確に現れていた。私はあなた方に一人の女性として語ります。世界の中で一番飛んでいる国から私はここに来ています。凄惨な殺害を行い毒ガスを撒き散らした歴史を持つ国こそ私の生きている。 世界なのです。とりわけ、将来に可能性を持つ、者たちを抹殺した国に私は生きているのですとそこで、語った。彼女において、子供たちは、スータの砂として現れているのではなかった。文化の中心地に生きている西側諸国民に向けて、第三世界の状況を、アウシュビッツの継続的存在であると鋭く、表現していた。 全能の神という神学的教義は彼女にとって批判的熟考の対象になった。この世における神の働きは我々、つまり人間の手によるものというのがゼレの見解であった。ゼレは徹底的な現世主義と聖書の非神話化によって際立つ政治神学を主張したのである。政治的結果を伴わない神学的熟考は偽善行為に等しいと彼女は、 逆風、早期で書いている。さらにフェミニズムに刻印された神秘主義が大きな役割を果たしている。人格人概念の現れない神秘主義である。ゼレにおけるイデーの多くはラテンアメリカの解放の進学によって刻印されており、さらに哲学者エルンスト・ブロッホの希望の原理と キリスト教の中の無神論脱出と、お国との宗教のために、の影響も受けている。彼女は信じていることの確信を、信仰告白において、言葉で表現していた。ハンブルク、聖カタリーナ教会、ゼレのラディカルな言動は、当初、ドイツ福音主義教会において、反発を呼んだ。しかし、次第に、彼女の進学と信仰への共感が広がり出した。 ドイツの大学進学部は彼女に進学教授のポストを与えることはなかったが、彼女の出す進学書は多くの読者を世界中で獲得した。次第に北ドイツのルター派教会において一人の信徒に過ぎなかった彼女の存在が大きくなっていった。彼女の逝去後の2003年5月5日に彼女の追悼礼拝がハンブルクの聖カタリーナ教会で行われた。 ゼレの友人の一人で、リューベックのルター派教会監督バルベル、バルテンベルクポッターが、国別説教を担当した。ドロテーゼレは預言者的であると同時に、詩人的でもあり、新しい天と地という聖書の約束を、研究生活の中心に置いていた人物でした。そこでは古い神理解による支配者というような言葉を、使わずに、神と共に歩む。 新たな言葉を見つけ出すことを彼女は試みていました。そのゼレがドイツの初大学に受け入られなかったことは第二次世界大戦後の教会史における最悪の愚行の一つでした。ゼレの影響力は死後も教会に広がり続けている。2009年9月、ゼレの生誕80年を記念してノルトエルビエン福音ルター派教会の女性監督マリア・イエプセンはゼレを 現代の預言者として評価した。同協会は、ハンブルクにある、教会施設を、彼女の名前にちなみ、ドロテーゼレハウスと命名している。ありがとうございます。